宝山とは、青森県深浦町の山である。ここでは、八号目の、大崩れについても解説する。津軽国定公園12校を象徴する、岩峰の山である。白上岳から北西に伸びる、両線上の先端に位置している。写真の左にある岩場が、大崩れである。大崩れは、宝山の八号目に位置し、地滑りでできたとされる大崩落の山である。 大崩落は地肌を完全にそぎ落として、山の半分を岩場にしている。この岩場の大崩れ近くの展望地から見る12個は、小さな池は森に隠されて、大きな池だけが12個見えたことから、12個と名付けられたとされる。このように、崩れ山は12個の名付け親であり、一心同体となっている。大崩れ周辺は危険だが、眼下に大展望を得ることができる。 崩れ山山頂は、寒木が生い茂り、展望はない。三角点と案内板、ベンチがある。十二個の奥十二個バス停から徒歩十五分で、青池に着く。湖畔に、崩れ山登山口の看板がある。岩峰の側面の安野木沢の登山道を登ると、標高三百メートルに、水場がある。さらに大崩落を回り込むように登山道がある。 高山並方の肩に出ると、十二個と日本海が望める、絶景の地点に着く。さらに、林の中を三十分程度登ると、崩れ山山頂に着く。山頂には青池から二時間十五分程度で着く。登山道はさらに、大見めがく、白上岳まで伸びている。これは白上岳登山の十二個コースとなっている。崩れ山山頂。ありがとうございます。